植民の書の写本の1ページ。アウルトニ・マグヌッソン研究所所蔵。植民の書は中世アイスランドの書き物である。9世紀から10世紀にかけて行われたノルウェーからアイスランドへの植民についての詳細な記録を残している。土地占有の書、ランドナー・マボークとも、日本語訳は交換されていない。植民の書はインゴールブル・アルナルソンによる、 最初の入植の記述から始まっている。彼は今のレイキャビークに入植し、北部、西部、東部、南部の土地を要求した。その後、記述は最初の入植者たちの子孫に関するものへと移り、12世紀に至るまでの重要な出来事と一族の歴史を辿っている。全部で3000人以上の人物の名前と1400、 以上の入植地の名前が書き留められており、特に重要な入植者として435人を取り上げている。彼らの多くはアイスランド本島の北部や南西部に入植した。この文献はアイスランド人の歴史と家系の両方に関する貴重な資料を残している。植民の書の原本は幻想にしていないが、数種類のそれぞれ内容が微妙に異なった写本が、 現存しており、主に五種の番が知られている。ありがとうございます。